さあ始まりました、勝手に WJBL ニュース。今回は2024-2025 年シーズン各チームを見ていくシリーズ第4弾です。では早速始めたいと思います。ということで今回見ていくチームは、昨シーズン11位だった山梨。新体制となりプレーオフを目指した昨シーズンでしたが、状態を上げるのに時間がかかりプレーオフには届きませんでした。新シーズンはダブルリーグ2部にあたるフューチャーで戦うことになります。そんな山梨の昨シーズンのデータを見ていくと、攻撃面に関しては新体制ということもあって苦しんだシーズンでもありましたが、ディフェンスの面では良くなっていた面でもあり、さらに強化していきたいところですし、インサイドが強化されたことでリバウンドなども数字が良くなっていました。全員でタイムシェアして戦ったシーズンでしたが、形が作れなかった面もあり、そのあたりは新シーズンに向けて変わってくる面でもあると思います。続いて山梨の入隊団を含めた動きについて見ていきます。スタートのポイントガードとして活躍していた宮坂選手が海外移籍するなど5名が退団。新加入としては新人選手として大卒の中澤選手を獲得し、さらに移籍選手として上永選手の獲得に成功しました。山梨としては宮坂選手はもちろんのこと、チームを支えていた若原選手が引退するなど5名が退団した影響はないとは言えないですが、ポテンシャルの高い中澤選手を獲得できましたし、得点面に苦しんでいた山梨にとって攻撃力が魅力の上永選手の獲得は大きいと思います。新シーズンのヘッドコーチには石川さんが続投することになり、新シーズンを戦うことになりました。昨シーズンは試行錯誤の面が強かったですが、シーズンの後半では状態を上げていっていましたし、石川さんも2年目のシーズンになるので、より目指すバスケットの形が作れるようになると思うので、どんなチームになっていくのか注目されます。それでは 2024-2025 年シーズンのロスターを確認したいと思います。新シーズンのキャプテンには井上桃子選手が務めることになり、サブキャプテンには土田ほのか選手が務めることになっています。14名で戦っていくことになった山梨、昨シーズンは開幕時点でダブルリーグ最多の17名のロスターで戦いましたが、豊富な戦力ゆえに起用法も難しかった側面もあり、チームとしての戦い方が作りきれなかった側面がありましたが、新シーズンは14名ということで昨シーズンより起用がしやすくなると思います。シューターの川端選手の引退でシュータータイプの選手が減った影響は出るかもしれませんが、アタック力のある選手がいる構成ですし、昨シーズン徐々に本領を発揮してきたコール選手は、新シーズンは開幕から力を発揮してくれることが期待され、コール選手のインサイドでの強さというのは武器になってくると思います。ポイントガードに関しては宮坂選手の対談もあったので、土田選手を軸に戦うことが予想され、片山選手に関しては2番での起用がベースになるかもしれません。石川ヘッドコーチ体制も2年目になるので、選手も求めるバスケットを理解していると思いますし、昨シーズンエンジンがかかるのに時間がかかった山梨ですが、新シーズンは開幕から力を発揮してくれるんじゃないかなと思っています。続いて 2024-2025 年シーズンの個人的に感じたことなどを加味したレーダーチャートを見ていきたいと思います。新シーズンの山梨のレーダーチャートは次の通りです。攻撃面に関しては昨シーズンも苦労していた面ですが、コール選手のインサイドは強みになると思いますし、攻撃力のある上永選手の獲得は大きいと思います。開幕時点では3という数字にしましたが、昨シーズンより上がっていく部分でもあると思います。守備面に関しては昨シーズン数字が向上した部分ですが、他チームに比べるとインサイドのサイズが高くないので、その部分では少し苦労するかもしれません。3という評価にしましたが、4以上にできるようになればプレミア昇格争いに食い込めると思っています。完成度に関しては5名が退団したものの、新加入は2名のみで、かつ中澤選手に関しては昨シーズンもアーリーエントリーで経験しています。そういった意味では完成度を高めていけるチーム状況だと思いますし、新加入の上永選手も経験のある選手なのでチームに早く溶け込めると思うので、4という評価にしました。伸びしろに関してはルーキーも1名のみですし、平均年齢もフューチャーで5位ということで、今回は3という評価にしましたが、ネガティブな印象ではなく、チームとして完成度を高めていく段階のチームという評価になると思います。高さに関してはインサイドの強さがあるものの、サイズに関してはそこまで高くないですし、チーム全体としてもフューチャーで5位という数字が示すように、高さが出せるチームではないと思います。そのあたりは攻守において工夫していくと思います。
山梨としては昨シーズンは新体制ということもあって苦しんだ面もありましたが、新シーズンでは開幕から山梨らしさが出せるようになると思います。昨シーズンはいい試合をしても第4クォーターの戦いに課題が出ていたので、勝負どころでの戦い方に関しては新シーズンも課題になってくると思いますが、土田選手のボールプッシュだったり、コール選手のインサイドの強さというのは武器になってくると思いますし、キャプテンの井上選手の多彩な攻撃というのも強みになってくると思います。プレミア昇格を目指す上では攻守両面の強化は必要になりますが、十分に競争に入れるポテンシャルのあるチームだと思いますし、全員でタイムシェアして戦うチームでもあり、全員が主役のチームでもあると思います。そんな山梨が新シーズンどんなバスケットを展開していくのか注目されます。それでは最後に新シーズン個人的に注目している選手を一人選び紹介したいと思います。新シーズン山梨で注目している選手は、片山奈々選手。片山選手は滋賀銀行から加入し、新シーズンで3年目のシーズンになりますが、1年目からスタートでも起用されるなど、ポテンシャルの高さはありますが、まだまだ持っているポテンシャルを発揮しきれていないと個人的には思っています。また、コンディションの関係で出られない時期も経験していますし、シーズン通して戦えていないことも本人としては不完全燃焼の部分でもあると思います。しかし、昨シーズンの愛心戦での勝利を引き寄せたのは片山選手の活躍が大きかったです。片山選手の武器でもあるドライブやスリーというのは山梨の攻撃においてキーになり、持っているポテンシャルを発揮できるようになれば山梨の大きな武器になりますし、山梨がプレミア昇格へと近づくと思っています。石川ヘッドコーチ体制も2年目になり、よりヘッドコーチのバスケットが展開されることが予想されますが、その中心になれる選手ですし、片山選手としても勝負の3年目になると思います。チームの攻撃を牽引する活躍ができるのか、片山選手の活躍に注目だと思います。ということで、今回は昨シーズン11位だった山梨を見ていきました。石川ヘッドコーチも2年目になり、より強化されたチームになることが予想される山梨。フューチャーで戦うことになり、プレミア昇格を目指し戦っていくことになります。山梨らしさを構築し、昨シーズンとは違った姿を見せることができるのか、新シーズンの山梨の戦いにぜひ注目してください。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。